皆さんはじめまして、プロテニスプレイヤーの高橋優斗です。今回は僕の自己紹介動画を皆さんにお届けします。よろしくお願いします。生年月日は1999年11月27日生まれの射手座 AB 型です。出身地は神奈川県茅ヶ崎市です。茅ヶ崎は東京から約1時間来れる場所にあって、神奈川県の海沿いのど真ん中にあります。茅ヶ崎出身の芸能人はサザンオールスターズの桑田佳祐さんで、中学校も一緒です。テニスを始めたきっかけは、ラケットを3歳の時に初めて持って、それで両親がきっかけでテニススクールに通いました。そのテニススクールの練習でスポンジボールを打つ練習があったんですけど、そのスポンジボールをかっ飛ばすことがめちゃくちゃ好きでした。小学生の時は1年生から3年生まで静岡県にいて、親の転勤で4年生から6年生までは神奈川県に引っ越しました。とにかくやんちゃで、授業中教室抜け出して廊下で鬼ごっこしたりとか、隣の教室に遊びに行ったりとか、そんなことで先生にたくさん迷惑をかけてました。中学校は地元の中学に通って、テニス部がなかったので、学校が終わった後は小学生の時から通っていたテニススクールに引き続き通う毎日でした。高校は神奈川県テニスですごく有名な湘南工科大学附属高等学校に進学しました。湘南工科大学附属高等学校は漫画テニスの王子様のモデルになった高校です。高校には家から20分ぐらいかけてロードバイクで通ってました。高校時代テニスは怪我もたくさんしたんですけど、その中でテニス漬けの日々を送っていて、その結果団体で全国優勝することができました。僕は大学卒業してプロになりたいなっていう夢があって、そのためにたくさんいろいろな経験をしなきゃいけない、さらにレベルアップしなきゃいけないと考えたので、両親の反対もあったんですけど、夢を叶えるために神奈川を離れて大阪の関西大学に入学しました。その理由は、大学卒業後プロとして活躍したかったので、環境を変えるという意味で誰も知らないところで一から頑張ろうと決めました。大学は人生で一番テニスに打ち込みました。大学3年生の時に硬式テニス部の主将になりました。主将になってからは自分の練習もしっかりしながら、部員とのコミュニケーションをたくさん取ることを心がけて、もう毎日監督コーチとやり取りをしていました。監督コーチとのやり取りでチームをどういう方向に持っていくか、部員の状況であったり、そういうことをチームのために考えて1年間過ごしていました。高校もテニス漬けだったんですけど、大学はそれ以上にテニスにかけてました。その経験が今の僕を作ってます。憧れてる選手はシュワルツマン選手です。今世界ランキング16位なんですけど、身長は僕とほとんど変わらない170センチで、もう身長の高い選手だったり、ボールがめちゃくちゃ速い選手に も全く引かずに、コートのいろんなところから打ち合って、それで縦横無尽にコートを走り回ってる姿がやっぱりかっこいいなと思って憧れています。大会で意識していることは3つあるんですけど、1つ目が朝食は絶対に食べること、2つ目が水分補給をこまめにすること、3つ目は試合が終わってどんなに疲れててもケアを怠らないことです。大学入学時からヨネックスを使っていて、ヨネックスを使い始めてからシングルスの結果が伸びました。特に気に入っているアイテムはラケットです。このラケット E ゾーンって言うんですけど、この E ゾーンは少し硬くてボールの飛びがすごいいいのと、このカラーリングがめちゃくちゃ好きです。テニス以外で今頑張っていることは SNS を頑張ってます。 YouTube、Instagram、Twitter、あとはホームページ制作ですね。で、全部自分で編集してるので、練習トレーニングなどケアが終わったら全ての時間はもう全部そこに当てています。休日は散歩をしたり、ロードバイクに乗ったり、ジムに行って体をほぐします。それ以外には温泉がすごい好きなので、箱根に行って温泉に浸かったり、コーヒーがすごい好きなのでスタバによく行きます。将来の夢は日本で一番大きな
国際大会である楽天オープンに出場することです。その楽天オープンに出場して自分のコートをお客さんでいっぱいにして自分のプレーでワクワクしてもらえる、そういう試合を見せたいと思ってます。はい、皆様最後までご視聴いただきありがとうございました。これからプロ生活をやっていくので自分の思うように精一杯活動していきたいと思ってるんですけど、その中で皆さんと一緒に成長していきたいなと思っているので、いろんな方のアドバイスやコメントがすごく助けになります。なのでコメント欄やメッセージの方をいただけるととても励みになるのでよろしくお願いします。これからも高橋優斗応援よろしくお願いします。